い、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで今日はマクドナルドのお時間でございます。今日はコメント欄で、モンレさんマックやってください、チーズカツバーガーですというコメントをいただいてましたので買ってきました。マクドナルドチーズカツバーガー、今日はね、このチーズカツバーガーとシャカシャカポテトバター醤油味ポテトも買ってきたので今日は食べてみたいと思います。それではマクドナルド食べていきましょう。こちらが新しく発売されたチーズカツバーガー。バンズはごまのついたセサミバンズ、中にはたっぷりのキャベツとスイートレモンソース、とろけるチェダーチーズを挟んだサクサクのチーズカツに、カツの裏にはコクと風味豊かなブラウンソースがたっぷりと染み込んでいます。今回はシャカシャカポテトのバター醤油も一緒に発売されてたので、こちらも食べていきましょう。それでは食べていきましょう。大きさは普通なんですけど、ちょっと厚みがない感じのバーガーになってます。うん、おいしい。うん、カツの間にはとろっととろけるチェダーチーズが入ってます。このカツもすごいサクサクで、ブラウンソースもそんなにくどすぎず程よい甘さで美味しいです。で、ね、このキャベツにね、めっちゃスイートレモンソース、マヨネーズみたいなのが入ってるので、このブラウンソースマッツィングしていい感じに美味しいでございます。ピーヤ、炭酸のね強度によってピーヤのトーンが上がるから今日はピーヤ。ポテトもシャカシャカしていきましょう。くっ、あーパー、バター醤油、おー切断。少し青のりがかかったような感じのシーズニングになってます。バターのいい香りがすごいしてきます。いただきます。うん、うん、バターや。ひどいレビューだなこれは。いや、バターと醤油って合うの分かってますからね。すごいフライドポテトに合って美味しいです。バター醤油芋エッグジャックフード。うん、でもやっぱマック美味しいな。カツは結構サクサクですし、中のねチェダーチーズがほんと濃厚なので、こう全体に風味を持ってくれてすごい美味しいです。うん、ということでサクサクのカツとカツの中からとろけ出るチェダーチーズが濃厚でコクのあるねブラウンソースがとても美味しいハンバーガーでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマクドナルドさんから新発売のチーズカツバーガーを食べてみた動画でした。カツがちゃんとサクサクしてて、間に入ったチーズがすごいとろけて濃厚で美味しかったでございます。まあまた週末なんで、気になる人ぜひマクドナルドさん行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイマック、カツ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 。なんか冬になるとチーズとかバターとかすごい恋しくなるよね。